中央の島に到着したな。うん、あっという間だったね。それにしてもすごい装置だったな。ブワーって一気に上がってすっごく面白かった。怖かったです。シリカちゃんは絶叫系苦手なんだよね。ジェットコースターみたいに落ちるわけじゃないのにダメなの？俺たちもいるし大丈夫だよ。怖かったら支えるからさ。はい、ありがとうございます。あんた、キリトに励まされていきなり元気になったわね。もうリズさん、からかわないでください。それじゃあこの浮島の攻略に取り掛かろうか。気流装置を起動するためのアイテム集めで入ったところとは違う雰囲気がするな。そう？見た感じそんなに変わらないような気がするけど、索敵スキルが高くないとわからないのかな。いや、スキルというかゲーマーとしての勘だよ。何それ。これが結構当たるんだって。セーフティーエリアがあるということは、この先にボスが待ち構えているみたいだな。準備は大丈夫？どうしたんだ、すぐ。ちょっと話したいことがあってさ。今日の晩ご飯の相談か。確か当番だったよな。違うよ、攻略の話。お兄ちゃんと行きたい場所があるんだけど、いいかな。ああ、そっちか。もちろん構わないよ。やったー。嬉しいな。攻略に行くのがそんなに嬉しいのか。ちゃんってばいつも一人で攻略に行っちゃって、気がつくといなくなってるんだもん。私は兄弟水入らずで行きたいって思ってるのに。すぐ、もしかして拗ねてる？拗ねてないもん。ほら、さっさと行くよお兄ちゃん。はいはい。負けてられない。これで決める。任せてくれ。神級モンスターじゃないか。なんでこんなところにいるのかな。さあ、こいつ一体しかいないようだし、何かのイベントのフラグか。攻撃してくるサブリもないし、ここで動けなくなってるみたいだよ。ここに囚われている設定とか。なんだか苦しんでるみたい。モンスターといえどもちょっとかわいそうだね。私、どうしたのお兄ちゃん。
向こうから別のプレイヤーが来るぞ。え、どうしよう。とりあえず様子を見てみよう。おお、こんなところに邪神がいるぞ。おお、ほんとだ。こいつなんか弱ってねえか。おお、マジだ。ちょうどいいじゃねえか。勝っちまおうぜ。ああ、前のクエストではコテンパンにやられたからな。その時とは違うやつだけど、こいつも同類だろ。だな、動かないなら倒せるだろ。へへへ、ダセえやつ。ちょっと待ちなさいよ、あんたたち。おい、すぐ。なんだお前ら。あんたたち、このモンスターを狩るつもり？無抵抗な上、苦しそうにしてるじゃない。モンスター相手に苦しそうなんて、おめでたいやつだな。俺たちはこいつの道理にやられた恨みもあるんだよ。そもそもこいつはモンスターじゃねえか。倒して何が悪いってんだ。横取りするつもりなんじゃないの。可愛い顔して汚ねえやつだ。そんなんじゃ。そちらの言い分はごもっともだ。それじゃあこの邪神をどうするかはバトルで決めようじゃないか。お兄ちゃん、確かに君たちの言っていることは正しい。だけど俺たちは俺たちでこいつを助けたいと思ってるんだ。邪神を助ける？こいつ倒したらめちゃくちゃ経験値稼げるんだぜ。経験値なんて関係ないわ。助けたいから助けるだけよ。はあ、やっぱりバトルで白黒つけるしかねえな。デュエルだろ。こっちは4人だけど誰が相手するんだ。ああ、もちろんデュエルでもいいけど、4人まとめて相手したっていいぞ。なめた口聞きやがって。今言った言葉後悔させてやる。ちょっとお兄ちゃん、4人を相手するのはきつくない？つい調子に乗って単価切っちゃったよ。しょうがないな。でもこの勝負負けられないよ。ああ、花からそんなつもりはないさ。行くぞ。倍の人数なのに俺たちの勝ちだな。悪いがこの邪神は諦めてくれ。チェッ、仕方ね。なあ、もしかしてお前って。ん、なんだ。黒の剣士スプリガルのキリトじゃねえか。マジかよ。っていうか早く気づけバカ。トップランカーのキリトが相手じゃしょうがねえな。今日は引き上げるよ。あと、ここに邪神がいることは他のプレイヤーには黙っておくよ。そうしてくれると助かるよ。それじゃあ、コーデ君の時はよろしくな。あ、じゃあな。アイドル顔負けの人気だね、キリト君。やめてくれよ。でもこれでこの子はひとまず大丈夫だね。直近の危機は去ったけど、このままじゃいつまた他のパーティーに狙われるかわからないな。そうだね、早く何とかしてあげないと。あ、邪神の近くに石板があるぞ。本当だ、何か書いてあるね。何何？魔に奪われし太陽と月、今ここにあらんことを欲す。どういう意味だろう。もしかして魔物に奪われた太陽と月を持ってこいって意味じゃないのか。太陽
子と月か。何かのアイテムなのかな。だろうな。ちょうど石板に2つ何かをはめ込むくぼみがあるし。でもどこにあるかさっぱりわからないよ。ノーヒントじゃ探しようがないよね。アルゴあたりなら知ってるかもしれないな。一旦町へ戻ってみよう。